チーでーす。グージューツのシューキューロです。お願いしまーす。ありがとうございます。お願いしますね。すごいですね。嬉しい。上にもいるじゃん。ねえ、嬉しい。あ、こっちもいるの。あ、すごいね。はい。今入ってきてね。どうぞどうぞ、まだ大丈夫ですよ。チャラ男でも遅刻してないぜ。やめな、プレッシャーかけるのやめな。ゆっくりゆっくり。いいですよ、ゆっくりで ね。怪我しないようにね。今あなたたちが座るの待ちます。やめてください。大丈夫ですよ、ゆっくりどうぞ。ごめんなさい ね。ごゆっくりどうぞ、ね、ゆっくりゆっくりしていただいてね。そうね、これからは時間守りましょうね。いや、座ってください。ありがとうございます。いいいい、すいません。よかったね。ちょっと、はい、怪我されてるじゃないですか。あ、これもう治りかけなんで大丈夫ですよ。いやいや、座ってください。いやいや、座ってください。あ、私もすぐ降りるんで大丈夫ですよ。いや、大事な体じゃないですか。いや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 、座ってください。もう本当私大丈夫なんで、もう座ってください。座ってるから。座ってください。いや、私本当大丈夫なんですよ。座ってください。いやいや、本当に。あの、すいません。はい、お願いします。皆さんどうも、初めまして、コットンと申します。お願いしまーす。ありがとうございます。ありがたい限りでございまして、たくさん入っていただきまして、嬉しいですね。ありがとうございますね。ちょっと皆さん聞いてみていいですかね。はい、EXIT 3時のヒロインと出て、我々ちょっと知名度がぐんと下がるんですけども、我々コットンのことを知ってるよなんて方いらっしゃいますか。いや、お前、おい、ありがたい。お前何聞いてんだお前。何知ってるに決まってんだろ。知らねえに決まってんだろお前。おい、 EXIT のつかみやんなお前。お前あれ売れてるからできるボケなんだよお前。ああ、凛太郎さんがワニみたいな感じでやってたよお前。あれ売れてないやつやんねんだよバカ。あれフリー素材じゃないの。おお、僕初めてなんですよこれやるの。握手会これって、あのお客様来ていただいて、そうそうそう、で握手していただいて、そうそうそう、で決まった時間に来たら僕が引き出せばよろしいですか。そうなんです、お願いします。あ、よろしくお願いします。はい、それでは握手会を始めていきたいと思います。こちらです、どうぞ。うん。実は3人組だったんですね。五郎さん、久しぶり。お久しぶりですね。あえてここは敬語を使わせていただきますよ。これから始まるパーティーの序章に過ぎないのだからね。時間です。うん、めっちゃキモい人来た。どうも皆様、ようこそいらっしゃいました。パンコムムと申します。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ねえ、もう本当にありがとうございます。本当にね、もうみんながみんな振ってくれるわけではないんですね。そうですよ。何を勘違いしてたんですか。ありがとうございます。パンクブーブーと言いましてね。そうなんですよ。ぜひ覚えて帰ってください。覚えて帰ってくださいね皆さんね。覚えたら帰ってください。まだいてください。覚えてる人からどんどん帰ってください。まだまだ続きますからね皆さんね、よろしくお願いいたします。たくさんのお客さんでね、本当嬉しい限りです。そうですよね、ありがたい限りですよね、本当にね。いや、本当嬉しいですよ。そうですよ。だってこれも一つの出会いですからね。まあね、出会いなのかな。やっと出会いましたね。やっとだったんですね。どうもインディアンスです。お願いします。ありがとうございます。なんでイグジットすんねん。イグジットやと勘違いする人出てくるやろ。そうか、そっくりやもんな。そっくりじゃないね。西のイグジットやからな俺らは。なんで東京におんねん。なんでなんでしょうか。ね、分からへん、イグジット。ありがとうございます、たくさんでね。そっか、お手洗いからね、そかそか。お手洗い、そ休憩やったんすもんね。そうか、そうですね。トイレ行った方、トイレ行ったよって方いらっしゃいます。トイレ行ってきましたよ。まあ、ちょこちょこね。まあまあ、そんなに期間でもいい質問ですね。ちなみに大きい方したよ。やめとけよ、絶対に。趣味なんですよ。どこがイグジットやねん。趣味なんですよ。気持ち悪いな、このアンケート取るの。いや、キモいな。これだけを楽しみに来てるから。ボケで会ってくれ、せめて。そうなんですね。すいません。やってまいりました、我々がすゑひろがりずと申します。いいよ、よろしくお願い立てまつります。イグジット。違います。いやー、ね、元祖ポンポンの方でやっておりまして。元祖ポンポンじゃないですよね。いや、いいじゃないですか、元祖ポンポン。
ポンポン、これが元祖ポンポンで、やらせてもらってます。末広がりずと申しましてね、はいはいはい、まあこの着物着ましてね、和風でやっておりましてね、普段から着物で、ちょっとね、はい、知らない方もいらっしゃると思いますのでね、はいはい、ちょっと自己紹介させていただきたいんですけどもね、しし、はいはい、私三島と申しまして、三島君、ちょっと特技がございましてね、何でもかんでもこう、はい、カタカナの言葉を言っていただけると、即座に和風に変換して返すという特技でございます。カタカナを和風にして返す、さようでございます、はいはいはい、どうもこんばんは、トロサーモンです、お願いいたします。ありがとうございますね、たくさん入っていただいて、ありがとうございますね、ありがとうございます。うんうん、政治家かお前、何うろ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 してんねん、いいっすよもうここ来てもらって ね、 ね、ありがとうございます、たくさん入っていただいてね、メルパルクホールでございましてね、ちょっともうちょっとこっち来てくれるね、もうちょっと前に来ないとやりにくいでしょこれ、どう考えてももうちょっと前に、もうちょっと前に来いってな、チラチラ覗くな、お客さんをチラチラと、前来い、顔がむくんでるんでやれへんかなお前。どうも高野です、よろしくお願いします。ようこそいらっしゃいました。いや、ね、嬉しいですね、ありがとうございます。これだけ大勢のお客様ね、ありがたい、いただきまして、本当にいや本当に嬉しいんですよ、ですね、コロナのね、本当ひどい時はね、もうライブとかやってもね、無観客で配信ライブとかやったりね、2人だけでね、やっぱりお客様こう目の前にっていうのが本当に、ね、嬉しくてね、本当にありがたいです、本当に感謝しております ね、今日は本当ね、足元悪い中皆さん来ていただきまして、雨降ってました、降ってないですね、本当に降ってないですね、降ってないね、もうね、我々頑張ってやってますよ、もうトップバッターですからね、全然違いますけどもね、ラストでございます我々が、まあ、我々はトップバッターぐらいのつもりで ね、まあそういう気持ちでね、そういう気持ちで、今から始まるという気持ちでね、我々はやって